仮装を始めて15分。仮装場に、遺体がやって来られます。で、仮装場職員ですから仮装をするわけなんですけれども、実際に、人、ご遺体を仮装するとどういう風になるのかというのをここでお伝えしたいと思います。ただ、内容が内容ですから、あまり聞きたくない方はもうそっとこの動画を閉じていただいて、むしろ真実を知りたいという方はこのまま見続けていたらいいんじゃないかなというふうに思います。火をね、つけます。バーナーですね、それかなり、いろんな安全装置がありましてですね、全ての安全をクリアして最後に点火ボタンを押したらボッと、すごく、大きい勢いのある炎が出てきます。でもちろんですけれども、お棺に入った状態でご遺体というのは、仮装されるんですけれども、最初の状態ですね、まず火がついたら、棺に当たりますね、火が、そして最初は棺を焼くような、イメージです。でこの最初の棺の、焼くイメージなんですけれども、これ仮装場によっていろいろありましてですね、そのボッと出るこの火の向きですね、こう上下に動くもの、そして左右に動くもの、仮装場によっていろいろ施設が違うんですけれども、僕がいたところは完全にまっすぐしか火が出ないところと、あとは上下に動くところ、ここの2つの仮装場を結構行き来してたんですけれども、この上下に動くところに関してですね、結構仮装場職員によって、仮装の方法、もう単純に言ってしまえば焼き方なんですけれども、それが若干二手に分かれておりまして、棺に対してまっすぐこう棺に炎をバーッと当てるタイプの人、これ上焼きって言ってましたけどね、上なんでね、こう上焼きって我々は呼んでました。でもう一つは棺のその棺の下にこう火をブワッとこうくぐらせるような感じだ、バーナーが下向きなんですよ、これ下焼きって言ってたんですけどね、そういうふうな結構こう二分化されて、僕は下焼き派だったんですけども、下に向けて、棺をこう下からボッとこう均等に燃やすみたいなイメージで、やっておりました。仮装中って実は職員見ております。これぐらいの小さい小窓がありまして、で、僕がいたところはそのこう横にレバーがあって、これをこうするとこうパカッとこう開くような感じ、こんなイメージの小窓がありましてですね、結構最初の段階でそれ見るんですよね。で、見る箇所というかポイントというのはいくつかございまして、最初、火を入れます。で、最初のうちはあまり見ません。見ませんが、だいたい10分から15分ぐらいしたら小窓をパカッと開けて中の様子を見ます。これなぜかというと、だいたいその時間で棺がほとんど消失しているからです。10分15分ぐらいでパカッと開けてみると、だいたい棺はもう、なくなってですね、ご遺体が出てきていると。でそのご遺体というのは真っ黒な状態にすでになっているという感じですね。ただこの真っ黒と聞いたらですね、本当にね、その言葉通り真っ黒なこのご遺体が、あるんだなというふうに思われると思うんですが、若干こうイメージが違いましてね、仮装しているんでもちろんこう焼いているわけですよ。でなんですけれども、人間の体の中の水分が、約 60% とかこうよく言われると思うんですよね。人間はこう水でできているというふうに言われるんですけれども、本当にその通りで、形容すると水袋をもう仮装しているような感じなんですよ。だから真っ黒と言っても焼けて黒くなって炭になっているその皮膚の、間からひびがいっぱいいってるんですよね。そのひびの間から体液とか血液がドワードロドロドロッとこうずっと流れ出している状態だから、真っ黒って言っても乾いてないんですよ。ものすごく湿った状態の黒いご遺体、それを確認する、それがだいたい15分ぐらいですね。そこから次にですね、ご遺体によっては動いてきたりすることがあります。それはまた次回ご説明させていただこうかなと思っております。ではまた。仮装場チャンネルでは皆様からの質問をコメント欄より募集しております。
その質問の中から答えられる範囲でこの番組内で私がお答えさせていただこうと思っておりますので、よろしくお願いいたします。